こんにちは。こんにちは。ケンナビ今週も始まりました。今回は北海道大学の平本先生とお伝えします。はい、よろしくお願いします。さあ先生、今回はまずクイズがございます。こちらです。はい、問題、1920年、はい、北海道の森町で、はい、日本初のホニャララが誕生しました。ほう、このホニャララ。森町といえばイカ飯。おお、はい。といえばということで、もう一声。もう一声？イカ飯？はい、からのもう一声、実はですね、はい、そのイカも一つポイントになります。こちら、冷凍食品が誕生したそうなんです。日本で初めての冷凍食品って北海道でできたんですか？そうなんです。ほう、知りませんでした。はい、はい、イカ飯と先生おっしゃってましたけれども、はい、例えばそのイカですとか海産物ですね、うん、はい、そういったものを冷凍する関係で始まったということなんですよね。なるほど、そうでしたか。はい、はい、そんな冷凍食品の発祥から100年以上、食を支える道内企業の数々がある最先端の冷凍技術に熱く注目しているという。その販売台数はコロナ禍以降右肩上がりだ。今回はこの最先端の冷凍技術の導入事例から北海道の食の未来を考える。でやってきたこちらですね、はい、札幌中央区にあります魚市マーケットというお店です。はい、こちらは北海道のお魚をはじめ全国の美味しい魚を扱う鮮魚の専門店ということなんですが、はい、先生お魚好きですよね。私魚大好きなんですけど、こちらのお店は今まで利用したことがなくて、今日初めて、はいはい、楽しみにしてます。どうやらすごく面白いお店ということで、はい、早速ですね、市場調査に行ってみようと思います。はい、じゃあ先生行ってみましょう。はい、では2022年6月にオープンした魚市マーケット。札幌の会社東進が運営する。価格、うまさ、品揃えをモットーに、北海道と全国の美味しい魚が集まる魚のスーパーマーケットだ。さあ先生、もう早速目を引くこちらのコーナー、ね、入ってすぐのところに握り寿司がずらり。いやー、また美味しそうです ね、 ね、しかもね、中でね握ってらっしゃるの。あ、本当ですね、まさに握りたて。握りたて、これすごいですよ。おにぎり、あ、何これ、おにぎりなのこれ。うわ、これは何、鮭だ。鮭、いくら乗ってますよ。いくら、これで300円って安くないですか。結構大きいですよね。ね、美味しそう。うわー、すごい。さらに店の奥へと行ってみると、シーズンのマス、桜マスかな。うわ、立派に。うわ、ホッケもでかいですね。これ、ホッケちゃんに、あとこれ、このヒラメ、道産生け締め、素晴らしい。すごいですね。こんなに大きいの、なかなかお目にかかれませんね。そして出ました高級魚、羅臼の目抜き。わ、おいくらですか。9800円。まあこれぐらいするでしょう、こんだけ大きければ。普段目にしないような新鮮な魚がずらり。そんな魚市マーケットの新田店長に話を伺った。入った瞬間から我々ワクワクしておりました。ありがとうございます。日本全国からの旬の魚を取り扱っておりまして、あの鮮魚はもちろんなんですけど、その魚を使ってお寿司を握ったり、あのお弁当を作ったり、あとお魚に合うお酒だとかですね、 お魚に合う調味料などもご用意いたしております。とにかくお魚を美味しく楽しむためのいろんなものが揃ってるんです ね、はい、今回ですね、こちらの魚市マーケットさんで最先端の冷凍技術を使っていると伺ったんですけれども、はい、天然魚をですね、お刺身用で販売する際に、はい、あの凍結をかけております。なぜかと言いますと、天然魚はあのアニサキスの問題がありますので、はい、うん、アニサキス対策としてあの冷凍しております。なるほど、あれマイナス20度以下で48時間、はい、そうするとアニサキス死ぬっていうので、なんとなく天然魚っていうと、はい、冷凍せずにそのまま食べた方が美味しい気がしますし、はい、冷凍しちゃうと味が落ちるっていうのが我々の、まあ、消費者の一般的な感覚だと思うんですけど、はい、もう溶かした時も、うん、あのドリップが少なくて、お、はい、食感も残ってます。冷凍したものでも、はい、してないものでも味に差がないと、はい、実際食べてみますと、わからないです。バックヤードにあるこちらが冷凍機器。その名も凍眠。思ったよりコンパクトな、うん、そうですね、筐体ですよね。
こちら今北海道産のソイ、はい、ご用意させていただきました、はい、こちらを真空しまして、はい、これをこのままこう入れまして、はい、入れましてのこれどうしてもいい、あとは待つだけです。マイナス 29.7 度、ほとんどマイナス30度ですもんね。そうですね。そして待つこと10分。本当に10分しか経ってないですからね、いきますよ、はい、はい、大丈夫かな。おどうかな。あ、色があれ白くなってますね。白くなってますよ。あれちょっと見ていいですか、はい、じゃあこれ、あ、ちょっと、お、冷たい冷たい。お、カチカチ。これ本当に凍ってますよ。すごいですね。これ音聞こえますか。カチカチ。すごいですね。10分。10分。ものの10分で凍ってしまった。この凍眠、取り扱っているのは横浜に本社を置くテクニカンだ。売上高はおよそ25億円。全国4カ所に営業所があり、2022年にオープンした札幌営業所は初の地方営業所だ。導入を検討している企業向けにデモンストレーションや凍結テストも行っている。何に向いてる何に向いていないっていう点では、はい、液体の中に食材を入れますので、はい、真空引き真空袋に入れて、あ、はい、凍結かけますので、はい、柔らかいものですとか潰しちゃいけないケーキみたいなものはあんまりお勧めしてませんよみたいな。真空するとペシャッとなっちゃう、おっしゃる通りです、はい、空気の冷凍庫を使って2台使い分けというお客様もやっぱりいらっしゃいます。物によって使い分けるです、ね、はい、そういうのが、まあ、はい、一番理想的な使い方ですね、はい、うん、凍眠で凍結するのにかかる時間は通常の冷凍庫の20分の1。空気よりも液体の方が熱伝導率が高いためだ。通常1時間かかるものであればわずか3分で凍結させることも可能だ。空気じゃなくて液体で凍らせるってことはそれだけなんていうか冷たい冷気が早く入る。なんとなくそれ分かります。私ダイビングしますでしょ、はい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 、例えばプラス3度 の、うん、陸上にいる時っていうのは割とまあ我慢できます、はいはいはい、ところがプラス3度の水の中に例えばウエットスーツなんかで入ったらもうあっという間に寒くって凍えちゃいますよね。それと同じ原理ですよね。おっしゃる通りです。実はですね、今から41年前に誕生しておりまして、そんなに昔からあったんですか。そうあるんですよ。あ、なるほど。弊社代表の山田が教授とおっしゃるスキューバーが趣味で、ほう、肌で感じた教授おっしゃる通りに液体の熱を奪う力、そこが原点なんですよ。そうか。そのアイデアが思わぬ形で大ヒットへと結びついた。今から41年前ですね、ファミレスさんが世の中に右肩上がりで絶好調増えてきた時に、はい、月間の受注数が100トンから200トン300トンに増えていったんですよね、はい、でそうした時に今の冷凍技術じゃ間に合わない、どうしようかっていうところの原点が凍眠でございます。でクーラーボックスにアルコール入れてドライアイス入れて冷やし込んで食材を一気に凍らせたらめちゃくちゃ早いですよねっていう感じになって、で副産物としてドリップがほぼ出ないじゃんっていうような感じになりました。やっぱりダイビング。そうなんですね。同じなんですよ。そうでしたか、はい、凍眠の実力はいかほどなのか実験をしてみることに。こちらもマイナス30度ですね、はい、触って大丈夫ですよ。体感いただいて、7秒までだったら OK です。7秒までだったら、ちょっとですよね。ちょんで大丈夫です。あ、え、水ですよ。あれ、うん、冷たいけども水。あ、だんだんスースーしてきた。あ、アルコールの香り、アルコール臭が、手指消毒と同じ匂いですね、はい、同じですね、はい、マイナス30度のアルコールに食材を入れると即座に変化が。あ、白くなってきた。色が周りからスーッと白くなってきた。マグロなんてすごいですよ、赤みが下から。そしてわずか3分でマグロは完全に凍ってしまった。解凍にはぬるま湯を使用。すると、うん、あ、もう解凍が、あら、色戻ってる。一気に赤くなった。本当だ、これ
もしかして解凍するのも普通の冷凍より早く解凍したり、2、3割早いですね、普通の冷凍品よりも。もうだってあれ 色が見たら、入れた瞬間でしたよね、ふわっと。凍眠で冷凍し解凍したマグロとチルドのマグロを比較してみるとでも縁のところはもう完全に解凍して、そうですね、芯が残ってるぐらいが一番美味しいですね。こうやってご覧になったら分かると思います。すごい、この縁のところがね、もうね、あ、ドリップなんてちょっとし、いや、もうほとんど分かんないですね、これ多分入れた時に多少出るものがあると思うので、はい、食品に含まれる水分は凍ると膨張し、ゆっくり凍るほど膨張率は大きくなる。結果、食品の細胞が傷つけられ、旨味や栄養素を含むドリップが流出するのだ。一方、凍眠は急速に凍らせるため膨張率が非常に小さく、細胞を傷つけにくいという特徴がある。味の違いはどうなのか、3種類を食べ比べてみた。美味しいマグロ、まずは生のマグロと冷凍庫で冷凍したものを比較。歯ごたえが一番違いますね、で風味もこっちの方が少しマグロらしい風味かな、赤身らしい香りが強いです ね、うん、見た目の変化はね、今ここだとわずかなんですが。そうですね、これが凍眠です。はい、いただきます。うん、これはね、チルドと全然分からない。ね、香りもちゃんと強いままですね。これがもっと長期間冷凍保管したものだと、もっと適面差が出る気がしますね、これ。今回のこの一般的な冷凍方法も、おそらく比較的損傷の少ない状態だったと思うんですよ。でもそれでも歯ごたえはかなり違いましたよね。全然違いましたね。先ほどの魚市マーケットも凍眠で凍らせ解凍したものを売り場に並べている。そしてこんなものもやはり急速冷凍した鶏です、いただきます。あのね、やっぱりこっちの方が少し味が抜けてる気がする。でこっちはちゃんとあの最初に食べたのと同じように美味しいです。そうですね、香り比べると全然違いますね、うち焼き鳥も焼いていて、鶏は冷凍できないっていう、冷凍使っちゃダメっていうのはもう常識になっていて、なんか冷凍したものとは思えない。だからレバーとかが冷凍できるって本当ありえなくて。札幌丸山にある炭火焼き専門店鉄八、2013年のオープン以来、店主自らが食材を厳選、こだわりの炭で調理し提供している。鶏ってすごく足が速いって言われていて、冷蔵で入れたものももう2日もすれば弱っちゃうっていう、いわゆるドリップが出ちゃうんですね。それがもう味を損ねちゃうんで、基本的にこのくらい売れそうだから仕込むとか、追われてやるみたいなのが仕込みであり、仕入れもその予測に基づいて、必ずロスが出ちゃうっていうのが今までだったんですけど。冷凍技術は仕入れや調理のオペレーションまでも大きく変えたという。こちらの店では今から4年前に凍眠を導入した。割とブロックで、これこそその凍眠した状態でブロックで入れて今ストックしてて、これとかはホタテをカツのまま送ってもらって、これも生産者から直接するんですけど、冬眠を入れることでむしろ逆にこの日なら空いてるからここに仕入れて仕込んで冬眠しようとか、そういう意味では仕入れの仕方もそうですし、どんどん食材いい食材入れて攻められるし、基本的に本当に一番大きなロスがなくなってっていう。一番人気の串焼きの場合、あらかじめ1本ずつ真空パックし凍眠で冷凍保存、注文が入ってからぬるま湯につける。
この量ならおよそ5分で解凍されるという。まあ、これちょっとドリップ、ほぼほぼドリップ、これはだから逆に言うと刺した時のドリップだけなんで、なんか冷凍したものとは思えない。このレバーは本当にびっくりしますね。こちらのホッキは冬眠を導入している水産会社から仕入れ、一度解凍して串に刺し、再び冬眠でストックする。セカンドフローズンって絶対ありえなくて、あの冷凍したものをもう一回冷凍するっていうのはどんなものでも多分無理なんですけど、冬眠の場合だと冬眠したものを仕入れて、で冷凍したところでもう止まるんで、解凍したところでちょっと落ちていくんで、そこをいかに早くするかっていうことだけ気をつければ、あの二度冷凍も全然 OK、はい、そうですね。その、まあ、飲食店の側でももちろんあのそうやってロスがなくなりますし、多分作ってる現場で冬眠で入れてるところもあって、あのいいものを作る生産者にとっても、僕らみたいないいものを出したいっていう飲食店にとってもものすごく大きいですね。今道内ではどのくらい導入されていますか？はい、今道内のお客様300社様以上ですね、あのお使いいただいてます。こちらは全国の販売台数、飲食店向けのミニタイプはコロナ禍以降右肩上がりだ。一時は入荷まで6ヶ月待ちという時期もあった。最近のそういう配送であったりとか、はい、デリバリーみたいなものも含めて、そういうニーズがあったから伸びがやっぱり大きい。そうですね、やはりあの冬眠で凍らせますと、例えばお肉なんか2年でも3年でも普通に期限が持ちますので。そうなんですか。ですからあの輸送期間にその日数ですね、賞味期限にこだわることなくあの配送できて、解凍時もほぼ生に近い状態を再現しますので、お腹がゴロゴロしにくいとされ近頃注目を集める A2 牛乳、これを冷凍し商品化を進める牧場がある。十勝の広尾町でおよそ120頭の牛を育てる鈴木牧場だ。疲労っていうのがあの、まあ、今日みたいにあのすごくあの、まあ、晴れの日もあるんですけど霧の日もあって、まあ、すごい牛にはすごい快適なあの地域なんですよね。まあ、そこであの循環型酪農をしてまして、まあ、牛の健康第一に考えた酪農経営を行っています。すごい牛にもあの環境にもすごい優しいですし、まあ、牛が健康で病気にならないんで、まあ、本当にあの優しい、経営にも優しいんですよね。こだわりは牛を育てるための牧草だ。2018年にはついに無農薬無化学肥料で牧草を栽培、化学肥料や配合飼料、穀物飼料を徐々に減らしていき、2021年に3つのジャスオーガニック認証を取得した。一つの牧場が3つの認証を取得するのは国内で初めてだ。その後牧草だけを与え放牧しながら牛を育てるグラスフェッド認証を国内で初めて取得した。2008年と2010年に家畜伝染病が発生しまして、まあ、多くの牛が犠牲になったんですよね。まあ、妻があの家畜獣医師なんですけれど、治療じゃなくて予防だよ、予防が最大の治療だよって教えてくれて、そこからやっぱり牛を健康に飼うっていうことの重大さをすごく感じたっていうところですね。そして去年12月からはオーガニック牛乳を自社で製造し販売する取り組みも始めた。自分はもともと小さい頃からもう牛も牛乳も嫌いだったんですよ、はい、ふと、まあ、そういう牛からの牛乳ってどんな味がするんだろうって思ったんですよ。で、あのうちにあるバルククーラーからあの牛乳をこう出して飲んでみたらめちゃめちゃ美味しかったんですよ、はい、あのどうしてもその牛乳って賞味期限が短いっていうのが課題なんですよね。それで皆さんそのチーズだとかヨーグルトとかに加工して販売してると思うんですけど、やっぱりこう一番最初にこう思ったあの搾りたての牛乳を
お届けしたいっていう気持ちが強くて、何かいい方法はないかなって考えていた時に、まあ、札幌の、飲食店の知り合いが、凍眠っていうすごい冷凍技術の機械があるから使ってみたらっていうのを聞いて、あ、これはすごいって思って導入させていただいて。鈴木牧場が作る十勝オーガニック牛乳は一般的な牛乳の10倍以上の価格だが、希少な A2 ミルクとして今世界が注目する。鈴木牧場も販路を世界に広げる考えで、そのために必要になってくるのが急速冷凍の技術だ。まあ、このような形で、はい、カチカチなんで、牛乳ってやっぱり皆さん凍らせたらその後分離しちゃうんじゃないかとか、すごいあると思うんですけど、もうやってみたら、試してみたら、もうそういうことが一切なくて、もうやっぱりもう搾りたてをやっぱり冷凍保存することによって、その美味しさをキープしたまんま飲めますんで、本州に送ったりだとか、まあ、今後は輸出とかも考えてますんで、まあ、新しい販売の仕方というか飲み方になっていくかなと思ってます。さあ今回は、はい、最新の冷凍技術を使って取り扱う食の世界を、はい、道内の食の世界を見てきましたけれども、改めていかがでしたか。はい、これまでも例えばイクラをね、取れた時期にたくさん加工して冷凍して一年中使うっていうようなことは行われてきましたけれども、うん、アニサキスの問題っていうのは最近非常に大きな問題になってますよね。で、一度冷凍させることでアニサキスは死ぬんだけれども、うん、一方で味が落ちてしまう。で、それをこの技術でうまくカバーすることができますよね。で、さらに最後牛乳美味しくいただきましたけれども、今まで賞味期間が短かったからなかなか遠隔地に送れなかったものが、うん、こういうような冷凍技術を使うことで国内の遠いところ、さらには海外への輸出っていうような可能性が出てくるっていう意味で、北海道の、生産者さん、あるいは食品加工業者さんにとっていろいろな可能性のある技術なんだなっていうことを今回、うん、現地で見て痛感しましたね。そうですね、はい、こう企業さんもいろいろ取り組む選択肢を増やすすごく有効な手段だ、ね、ということがよく分かりましたね。そうですね、しかもいろいろなものを凍らせるといろいろな可能性がありそうですよね。まだまだ北海道の食の可能性というのは広がっていくかもしれませんね。はい、ね、はい、先生ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは今週の K ナビはこの辺で失礼します。また来週です。